こんにちは、MAです。ちょっと私のことわからない方もいると思うので簡単に自己紹介させてください。私はフィギュアをペイントしてる、ペインターなんですけれども、 YouTube でもねフィギュアを塗ってるペインター系 YouTuber です。はい、そんな私なんですけれども、今日は原型師の藤本さんのアトリエにね、なんとお邪魔させていただくというめちゃくちゃ素敵な機会をねいただきました。私ワンフェスっていうフィギュアのちょっと祭典みたいなすごくビッグイベントがあるんですけれども、そこで一回お会いしてます。というのも私本当にめちゃくちゃ大好きな原型師さんなんです。だから挨拶に伺わせてもらったことがあるんですよ。そんな藤本さんのアトリエにこれからお邪魔させていただくっていうことだから、マジで本当に楽しみです。ということでね、早速ね迎えたいと思います。今回の動画ではフィギュアペインターの MA マンさんに原型師の藤本さんのお宅にお邪魔してもらいます。ここでしか見られない貴重な映像が盛りだくさん、ぜひお楽しみください。アトリエに無事到着しました。はい、あ、藤本さんですか？あ、そうです。あ、MA マンです。あ、どうぞどうぞ。藤本義樹さんのお宅に到着したようです。MA マンさん、テンション上がってますね。お邪魔します。あ、藤本さん、お邪魔しますね。お久しぶりです。この度ご出演いただいたのはフィギュア原型師の藤本義樹さんです。商業原型制作やオリジナルフィギュアの造形デザインを手掛けています。造形力、完成度の高さに人気を博している藤本義樹さん、一体どんなお話が聞けるのでしょうか。ワンフェスぶりですよね。そうですね。その時しか会ったことないですから。そうですね、もう半年も前経ってないから、4、5ヶ月ぐらい。それぐらいですかね。いや、本当に光栄で、今日はマジで、すっごいですね。いや、すっごいな。趣味部屋兼仕事部屋みたいな感じですよ。趣味部屋兼仕事部屋、最高じゃないですか。これどうしてもちょっと聞きたいことがあって、藤本さんってこのフィギュアとかってもう自分で何でもこう作れるじゃないですか。もう何を作ってもいいじゃないですか、はい、これはもう自由にっていうか。そうですね、はい、オリジナルなので、はい、そう、その中でなんでこういうものを作ろうと思ったのかっていう、こうなんか何かからインスピレーションを受けたとか、そういったのがちょっと知りたいなと思って。あ、基本的に多趣味だと思うんですよ、はいはい、あ、なるほど。いろんなものが好きで、はいはい、創作するその原点っていうのはやっぱその自分の好きなものからこう来るんですけど、はいはい、例えばこのちょっとリアル系のこうとか、はい、あとまあこういうちょっと可愛いこの辺ですかね、はいはいはい、かぼちゃの、そうです、はいはいはい、自分のそのメルヘン好きというか、その童話とか絵本とか感じます。映画とか藤本さんは映画や絵本から感じ取った感情や雰囲気を形にしていくようです。自分の好きなものからインスピレーションを受けているんですね。あ、なるほどですね。やっぱりじゃあ本当にこういろんなものからこうインスピレーションを受けることはやっぱ大切にもしてらっしゃるって感じですか。そうですね、こういうこうとかはもうアメコミとかちょっとポップな、なるほど、そういうことか。音楽とかも結構関係してたりして。ああ、じゃあ作りながらその頭の中に流れてる音楽とかも結構あったりするんですね。あったり、逆に音楽を聴いて、うん、こういう作りながら、そうそうそう、ああ、高めてみたいな。ああ、めっちゃいいですね。すでにいろいろ質問しちゃったんですけど、なんか今日本当に藤本さんにいろいろ質問したいこと、お聞きしたいことがたくさんあるので、ちょっとよろしくお願いします。お願いします、こちらこそ。、はい、何でも聞いてください。ありがとうございます、楽しみ。なんだろう、なんか私たち気になることがまだあって、はい、私も家でずっと作業してることが多いんですよ、うん、そうですね、で、藤本さんの中での一日のなんか過ごし方っていうか、まあ、ルーティーンっていうんですかね、なんかあったりするのかなと思って。そうですね、はい、だいたい起きて、起きる時間って決まってる。起きる時間だいたいお昼頃ですね。あ、そうなんですね、うん、もうだいたいお昼頃に起きる。だいたいお昼頃に起きて、朝ではなくてお昼頃に起きる。そうです、あ、それで何するんですか。で、そう、ご飯、まあ、パン食べて、ご飯じゃなくてパンなんですか。パンです、パン派ですね。パン食べて、はい、コーヒー飲んで、うんうんうん、さあ始めようかって。はあ、なるほど。え、それマジルーティンですか。マジルーティンです。それだってもう決まってるんですもんね。決まってますけど、コーヒー飲まないと、うんうんうん、
もう何もちょっとできないぐらいの。紅茶がダメ。紅茶。そうなんですよね。そうなんですか。どんだけ調子悪くてもコーヒーがいいみたいな。あ、そうなんですね。へえ。じゃあそれで、もう作業に、もうお仕事とか、そうですね。入って、そこからどんな感じですか、ずっと。そっからまあ夜、もう忙しい時とか本当に夜までもうずっと仕事して。寝る時間とか寝る時間は、だいたい12時ぐらいに。12時ぐらい。あの、作業切り上げて。あ、なるほど、なるほど。まあ、だいたい12時間ぐらい、ここで。判断してますね、仕事をして、なんか仕事をしてるときはずっと仕事を必ずしてるのか、それとも仕事とあとはな、例えば自分のちょっと仕事ではないけど、なんていうか、さっきほらあのお話でインスピレーションを入れたことも、うん、変な話、その仕事に繋がってくる部分じゃないですか。あ、もちろんもちろんそうですね。だから映画見たりとか、はいはいはい、そういうのもだからそこの時間の間にある時もあるみたいな、うん、ありますけど、なかなか取れないですね。あ、そうなんですね。ここってあのご自宅でもあるし、だから作業もしてるアトリエじゃないですか、うん、はい、なんて言うんだろうな、その理由ってあるんですか。あ、分けてない。それは多分もう仕事が好きなんでしょうね。あ、だからもう、はい、寝て起きてすぐこう仕事ができるっていう環境、うん、はいはいはい、やっぱそこですね。強みですよね、そこは。強みですね。そういうことか。でも、うん、寝るギリギリまでできるっていうところもあるし、もしアトリエが分かれてたりするとやっぱそこに移動する時間だったり、うん、今やりたいと思った時に、そうなんですよね、今すぐ ここを越したいみたいな、そう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 、案が浮かんだ時とかにね、すぐ移せないっていうのは。でもそっちの方が運動できていいのかなと思いますけどね。無理やり通勤とかね。そうですね。そうそう、なんか今回この子が商品化、はい、されるじゃないですか。はい、で、私これめちゃくちゃあの多分みんなにとっても嬉しいことだなって思ってて、あ、なんかというのもあのなんていうの、もともとこれガレージキットって売られてるじゃないですか。そうですね。はい、多分ねガレージキットって言われても多分知らない方の方がいっぱいいると思うんですよ。はいはいはい。で、今回のやつはいわゆる PVC っていうそのいわゆるみんながよく見るような、うん、売られてるそのフィギュアの素材感のやつで作られてるじゃないですか。はいはいはい、そこの違いみたいなところは、私ガレージキット作ったことあるので、あ、そう、大変さ分かりますよね。いや、分かるんですよ、分かるんですよ。気軽にやれないところあるじゃないですか、どうしても。まあ、技術がね、そこなんですよ。ちょっと見てもらったら分かると思うんですけど、そうですよね。ガレージキットっていうのはもうこういうこういう感じなんですね。バラバラの状態で入ってるものを、うん、まあ、ご自身で組み立てて、そう、色を塗っていただくっていう。そうなんですよね。そうなんですよ。安ったりとか、そう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 、やすって、で、そのやるする際にちょっと折れないように気をつけてやったりとかして、そう、だから全部バラバラになってるのはやっぱ基本ですもんね。そうです、基本的には。そうです。で、結構これ発表した時、うん、そういう声が多くて、あ、やっぱ多かったですね。そうなんですよ。海外の方とかも、塗ってるものはないのか、私は塗れない、なんとかしてくれって。めちゃくちゃでもリアルな声ですよね。そうなんです、それが意外と多かったので、うんうんうん、だから今回そのね、完成品で出るっていうのがやっぱり箱から出して ね、そうですね、飾ってそのままできてるっていうのはやっぱり、まあ、素晴らしいことだなと。いや、素晴らしいですよね。ありがたいことだなと。本当になんかいろんな方がその買える、なんか選択肢が広がったっていう感じがすごいするので、うん、そうですね、本当にこれ落としても割れないですしね。そう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 。特に藤本さん的にそのこだわったポイントとか、はい、なんかここすごい見てほしいみたいなところってあるんですか。そうですね、やっぱ座ってるフィギュア、はいはい、なので椅子とセットですもんね。椅子とセットで、うん、結構いろんなところに置いても馴染むような感じがね。めっちゃわかります。絶対そうですよ、これ。本棚とか、うわ、おしゃれ、中にポンって置いといたらちょっと面白いなみたいな。でもどこにでもおしゃれになるじゃないですか、なんか正直これ。本当にあのなんか机の上とかでももちろんいいですし、うん、いやでもマジおしゃれになりますね。うん、なんかね、ちょっと旅先というか、カフェとかね、バーとか行った時に本当に思います。ちょっとカウンターに置いて絶対写真とか撮って楽しんでほしいです。わかる。場所にとらわれず置いて、なんかインテリアとしても飾ってほしいなって思ってます、そうですね、私は。そういう楽しみ方してくれるのは本当すごく嬉しいですね。なんか玄関とかでもおしゃれじゃないですか、なんかウェルカムフィギュア感じでさ。そもそも、はい、この子ってどういう子なんですか。ああ、この子、この子ですよね。そう、でも顔一緒なんで、まず同じ子なんですよね。そうそうそう、
そうなんですよ、この後ろのピンクの髪の子と黄色の髪の子と今回のトリックを取ると、これは3人、同じキャラクターで、同じキャラクターケイティムーンっていう名前で、はい、レイヤーさんですね、コスプレイヤーさんです。そうなんだ、そう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 、それめちゃくちゃいいじゃないですか。だっていろいろだからできますもんね、格好がね。じゃあそれってコスプレをしてるから、その時にこう性格とかもなんか入り込めてる、この子自身が。この子自身は基本的にやっぱりそのまあ自信家というか、自信家なんですね。そうなんだ。そうです、結構本当にそのコスチュームを楽しんでるっていう、そういうイメージの女の子ですね。確かにちょっと自信家な感じは出てるかもしれない、なんか澄ましてるというか。そうそうそう。でもやっぱりこの子ってあれですよね、なんか本当にこのふくよかな感じが本当魅力だなと思って、そうですね、なんか絵になるじゃないですか。はいはい、私昔それこそ美大のいる時にあのヌードモデル描いたことがあるんですけど、はい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 、その時にちょっとふくよかな方描いたんですね、めっちゃ絵になったんですよ。魅力ですよね。いや、めっちゃ魅力だと思います。魅力的だと思うんですよ、やっぱ、質感が、なんて言うんだろうな、なんか質感的魅力がよりこう、なんか最近フィギュアって言ってもこの細い子いっぱい多いじゃないですか、なんか美少女フィギュアみたいな、はいはいはい、だけどいいですね、こういうなんかふくよかな方の魅力。不思議ですね、なんか、そうそう、細いのは細いので魅力もあるんですけど、やっぱこういう形でふっくらしてるのも、はいはい、造形的魅力ってありますね。ありますあります、うん、ふくよかだからこそ出せる魅力みたいなのはめっちゃ感じますね、そうですね。そういうところちゃんと分かってる子ですよね、この子は。だからあれですね、分かった上で生かしてるってことですよね。そう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 、だからこそでもその良さが出てるというか、自分の見せ方が分かってるみたいな。そうそうそう、でもなんかやっぱ聞くと面白いですね。本当ですか。正直なんか作品だけ見た時にもう普通に、あ、もういいな、欲しいと思ったんですけど、やっぱ聞くとより欲しくなります、ね、バックグラウンドというかね、はい、その性格とかね。ですね、やっぱ深みが増すというか、はい、深みが普段は普通の仕事をしてる。あ、そうなんですか。他にはあるんですか、設定は。他には設定は、まあ、これから出てくるんじゃないかな。あ、出てくるんですか。あ、楽しみにしておきます、それも。オフの日に全開楽しむって感じ。ああ、いいですね。そういう様子を見たいです、なんか今後。ね。はい、オフバージョン。オフバージョン。あ、いいですね。藤本さん、もしよかったらなんですけど、これちょっとだけなんか制作してるなんか様子ってこんな風になんか見せてもらうことできますか。いいですか、はい、特別に原型の制作過程を見せてくれるようです。早速見せてもらいましょう。すごい、もうパソコンで。そうですね、基本的にデジタルで造形するんで、はい、すごい、まあ、ジェットブラシっていうソフトですよね。はいはいはい、有名な。結構ね、はい、直感的にこういう感じで、今手ですけど鳴らしてるみたいな感じですか。そうですそうです。もしアナログだとしたらこう、そうですそうです、スパチュラでなんか撫でしてるような。あと持ったりとか、やっぱりこうやって手の雰囲気を。すごいな。うわー、てか早いですね。早いですよ。すデジタルの利点ってやっぱそこで、アナログとかだと粘土持って固めて、固めてっていう、やっぱ時間がかかっちゃうんですよね、はいはいはい、一気にやれないのがどうしてもあると。すごいすごい。これあれですね、左のゴムちゃんと機能してるんですよね。これちゃんと役割があるんですよね。そうですね、このキーボードでこう押すキーによってこう変わってくるんですよね、はい、あー、なるほど、今何をしてるかが、あ、本当だ、なんか、なんて言うんだろう、質感が変わってる。だからそういう感じでデータがこう完成しましたってなってから、もう出力みたいな。出力ですね。で、これをこれが今完成状態のデータで、はい、でこれを各パーツ外に出して、ちょっと別のソフトで読み込みます。この段階でもうパーツパーツって分解がもうされてる状態ってことですか。されてますね、こんな感じ。あ、本当だ、分解でやりながら進めてる感じですか。最後にやる。最後ですね、一番最後に。一番最後ですね。で、それが一番最後に分解のが決まってから、どこで分解するか決まって出力ってことですね。そうです、そうです。おー、なるほど、最後に一気にやるんですね。で、これが
出力用のソフト、はいはいはい、お顔を読み込みますとこう顔が来ましたとでこれを出力するためにちょっと角度をつけて、うん、ああなるほどなるほど、あこれあはいはいはい、なんか見るでしょう、見ますね、こういうの最近見ます、ね、でこれを 3D プリンターの方に送りますと。すごい、だからこれあれですよね、もうポジションとかも角度とかも決めたってことですよね。そうです、そうです、出しやすいようにというか、う都合のいいように。そうです、でちょっとあっち行きますか、ね、はい行きます、はい、これ見たことがある、そうそうそう、これはこれ見たことがある本数ってそうですねでもまあ、 安定して出てくれるっていうところがあって、まあ他にもプリンターはあるんですけど、こっちもプリンターですか。そうですね、まあ、使い分けてちょっと誇りついてます。すごいな、今2時間9分。時間たった。あと2時間9分で出ますよっていう。え、早くないですか？これなんですか？あの顔、大きさ顔だけ大きさにもよるし、解像度にもよるし。え、ちょっと遅いか。なんか感覚がわからないけど、え、すごい。まあ、でも今どんどん速くなってますね。うわー。3D プリンターの。で、はい、こういうのが。あ、さっきありましたね、このね。これ名前なんか名前あるんでしたっけこれ、このサポートです。あ、サポート、そうそうこうやって出てくるんですよ。おお、なるほど、下から、そうそうそう、でこういうのが現金になるんですよね。でこれを周りをだから取ってちょっと磨いて、磨いて、そうです、すごいね、普段見れないものがたくさん見れました。データで原型を作っているんですね。 3D プリンターかっこいいです。じゃあ出力が終わってこの後あれですもんね、普通塗装の流れに行きますもんね。そうですね、うん、だからそこもちょっと今日は見ていただこうと思っておりますんで、そこまで見せていただけるんですか。はい、え、めっちゃ嬉しいです、ね、ここのここが塗装ブース。そうですよね、塗装ブースですよね、これね、はい、完全なる。なんですけど、はい、前編はちょっとここまでなんですよ。ここまでですね、なので続きはね、後編でね、あ、分かりました、彩色編ということで。そうですね、じゃあ見せていただこうと思います。分かりました、後編で、はい、めちゃくちゃ楽しみです。ということで続きは後編をご覧ください。よろしくお願いします。はい、じゃあまた。藤本さんのフィギュアに対する思いから普段見ることのできない原型制作の過程までお楽しみいただけましたでしょうか。前編では藤本さんのフィギュアに対する思いから普段見ることのできない原型制作の過程までをお伝えしました。後編は実際にフィギュアに彩色していきます。次回もお楽しみに。